嘉手縄手の戦いは、協力三年、北部九州の覇権をめぐりす王国の大名、大内氏と非全国の大名小二氏との間で起きた戦い。大内氏と小二氏とは、室町時代を通じて、北九州の覇権を争う宿敵同士であった。明王六年には、大内義之は、小二正助を滅ぼし、かつては鎮税の覇者であった小二氏を、 非善の一地方勢力に転落させることに成功している。大内義隆は宿敵の小西元に止めを刺すべく、筑前国守護大杉教運に命じて大内方の北九州の諸将を引き入させ、仕事の居城非善税副事情を攻撃させた。小児方の諸将が奮戦するが、兵力で劣勢の小児勢は、配色が濃厚であった。しかし、鍋島清久。 清房フ,フ氏や石井ーラが率いる、シャグマ奇襲隊の活躍もあって、遠征してきた、強連を敗走させた。大打ち方は横だけ、横竹指邸、畜師直門などが戦死している。この戦いの後、佐賀平野南部の有力領主らを味方につけ、戦勝に貢献した竜造寺氏が、小児科中での発言権を強め、戦国大名化していく契機となった。この勝利に勢いづいた、 小二氏は逆に大宰府に侵攻するなど一時勢力を回復させたが、大内家の総国守護大東京坊が九州に乗り込んでくると、再び劣勢になり、さらには吉高が自身で大軍を率いて、攻勢をかけてくると、頼みの家県にも見放された。天文四年には、下戸は自陣して果てたため、小二氏は一時滅亡した。ありがとうございます。